こんにちは、森子です。今回はご質問がありましたのでね、これについて解説してみたいと思います。Google などのですね、検索ページにある検索ボタン、こちらを表現されたいということで作ってみたいと思います。まず最初に用意だけしておきたいものがありまして、こうした指やカーソルのマークですね。これはビデオスタジオでは作れませんので、素材としてですね、ネット上から検索などをして、集めていただければと思います。できれば背景が透明なですね、PNG という形式の素材を、画像ですね、こちらを用意してください。そして次の準備をまずします。こちらですね、トラックマネージャーで作業しやすいように、オーバーレイというところですね、こちらをトラックを3つにしておきます。それでは素材を並べます。まず、このクリックのボタンの載せたいですね、画像などをこちらに置きます。次にですね、先ほどの指のマークですね、こちらを置きます。これは一番下側の部分ですね。さあではテキストを打っていきましょう。じゃあ今回は白い検索という文字を中央にレイアウトします。さあそして作業しやすいようにですね、テキストのこのタイムラインをですね、こちら、先ほどの指のマークの上の部分に持っていきます。そして、表示させたい長さに自分でまず調整をしておきましょう。では、この検索の文字に合わせて、背景にですね、枠を作っていきます。こちらはテキストの下のカラー装飾から、カラークリップ。今回はこの赤を使います。まず、検索の文字の大きさにある程度合わせて枠の大きさの調整をしていきます。これでちょっとボタンのような雰囲気出ました。ちょっと今指が邪魔で分かりにくいので、こんな感じですね。そして、この検索の文字とですね、同じ長さに合わせます。これで表示の長さは合いました。では次に、この検索のボタンのですね、押される位置をだいたい決めていきます。さあ、指を一回位置を戻して、この指自体をですね、表示させたい長さにまず、自分で調整をしていきます。こんな感じでいいかなと思います。さあでは検索の文字がカチッと押された雰囲気を作っていきますので、テキストの検索を右クリックでモーションの生成ですね、こちらを押します。さあこの中で動かしたいポイントですね。タイムラインで自分で好きな位置に、まずダブルクリックをしてキーフレームを作ってですね。その前後にですね、2、3フレーム先にも1個ですね、キーフレーム。手前にもキーフレーム。こんな感じでキーフレームを打ちます。では、続いて真ん中のキーフレームを選択して、この時だけですね、ちょっとこの検索という文字が斜めに右下に動くようにですね、位置を調整します。動きを見てみましょう。こんな感じですね。カチッと。Google などがこういった動きになりますので、これでいいと思います。では OK を押します。では今度は、この検索文字のカチに合わせてですね、指の位置を調整していきます。指の画像を右クリックしてモーションの生成をします。さあ、まずこちらでですね、最初にやらなければならない作業は、
指、これまっすぐっていうことはまずありませんので、回転の Z でですね、だいたい25とか20ぐらいの数字を入れて斜めにこう回転させてあげます。さあそして位置をこんな感じで検索という文字に指がかかるようにしてあげます。この状態でスタートのキーフレームのところでですね、すべてにコピー&ペーストをします。これで一旦指の位置が固定されましたので、あとはバックの検索が動くですね、位置、この位置ですね、ここで位置が動いてますので、ここでダブルクリックをしてキーフレームを作ります。そして前後にキーフレームを打ちます。先ほどと同じように真ん中のキーフレームを選択して、今度はですね、指の場合は斜めではなく大きさですね、今34の大きさなので30ぐらいにしてあげましょう。大きさを変えてちょっと遠近感を出したような感じにします。これで OK です。カチッという感じですね。わかりますか？指の大きさが変わって奥行きがあるように見せて、その時に検索の文字が動く。再生をしてみますね。カチッという感じですね。あとはより雰囲気を出したいのであれば、カチッというクリック音などをですね、このタイミングに合わせて置いてあげるとより雰囲気は出ると思います。そんなに難しくありませんのでね、やって自分の思い通りになるようにしてみてください。今回はここまでになります。